玉葉和歌集は、鎌倉時代後期の直線和歌集である。和歌数、約2800種と直線和歌集中最大であり、中世和歌に新風を吹き込んだ、京国派和歌を中核とした、和歌集として知られる。鎌倉時代後期、当時の賃貸した和歌のあり方に疑問を持った、京国ため金は、歌を読むにあたり、心の絶対的な尊重と言葉の完全な自由化を、 主張するようになった。その主張は、ためかねが仕えた、皇太子時代の伏見天皇と側近の文芸愛好グループに受け入れられ、教国派の和歌が始まった。伏見天皇の在位中、永忍直線の儀と呼ばれる、直線和歌集先週が試みられたが、この時の先週は、挫折を余儀なくされる。しかし、徳治三年、花園天皇の即位によって、 伏見上皇が、自転の君の座に復帰し、京国派主導の直線和歌集先週計画が復活する。京国ため金に主導された、京国派の和歌は、当時の和歌の常識からは大きくかけ離れたものであった、ため、強い批判も浴びていた。特に和歌の家、巫女左家宗家である二条ため屋は、京国ため金が戦者となる、直線和歌集先週に強く反発し、 ためかねとためよとの間で遠距離を今日訴え陳情と呼ばれる激しい論争がなされた。結局、伏見上皇の因前により、ためかねが直線和歌集を独占することで決着した。京極ためかねが選んだ直線和歌集は玉洋和歌集と名付けられた。全20巻収録された数は21ある直線和歌集の中でも、 最大の約2800種に及び、あまりに肥大化してしまった点は、玉洋州最大の欠点とされる。しかし構成的には、上古から和歌衆編纂当時までの名家人、名家をまんべんなく収録し、ミスの少ない堅実ものになっており、玉洋和歌衆を和歌詞の中に位置づけるような構成となっている。もちろん中世和歌詞に新風を吹き込んだ。 京国派の赤も多く選ばれていて、和歌詞の中に京国派の花風を位置づける構成にもなっている。京国派主導の直線和歌集としては後に、風画和歌集が選集されたが、官能の上乱の影響で京国派は壊滅した。その結果、明治初期まで伝統派である二条派の下断支配が続くことになり、長い間、玉葉和歌集風画和歌集は邪道であり、 異端であるとみなされた。しかし近代になって再評価が進み、特に白身の自然鋭に高い評価がなされている。京国ためかねが提唱した花風に基づく、京国発主導の直線和歌集選手は、伏見天皇の悲願であった。皇太子時代の伏見天皇に使い始めるようになった、京国ためかねは、言葉の解釈や、 古日の詮索に明け暮れ、枝葉ま節に過ぎない知識のひけらかしが蔓延し、多くの規則に縛られた、当時の和歌のあり方に大きな疑問を持っていた。和歌とは何か、歌を読むべき態度、良い和歌とは、どのような和歌であるかを真剣に考えるべきであると、考えたためかねは、伏見天皇側近の文芸愛好グループに参加するようになった後、 ためかね今日は箇所を表し、言葉で心を読む、当時の伝統的な和歌のあり方を否定し、事物に触れる中で、おのずから動いていく心のままに歌を読むべきで、その表現方法も自由であると主張するようになった。朝廷が大覚寺島、寿明院等の両党鉄律の時代の中、ためかねの主張は、伏見天皇をはじめとする寿明院東宮廷に受け入れられ、 和歌の強固な伝統を打破し、新しき和歌を創造する挑戦が始まった。そのような中、公安十年、大覚寺等の豪座天皇は上位し、伏見天皇が戦争した。寿命引蔽の治世となり、伏見天皇は、京国ため金が主導する、新たな和歌館に基づく直線和歌集戦集を考えるようになった。永人元年八月十七日、伏見天皇は二条。 ためよ、京極ためかね、明日海正あり、九条隆広の4名に直線和歌集選集について諮問した。これを永忍直線の儀と呼ぶ。諮問当日、天皇は病気で、不散の明日海正あり以外の3名に、先週の加盟は何月が良いか、加盟の形式、歌を選ぶはに、そして当時の直線和歌集選集の際に慣例となっていた。 王政百首衛心の勅命はいつ下すのが良いかについて尋ねた。加盟の形式は3名とも臨時によるべきであるとし、王政百首衛心の勅命についても、先週の加盟の前後どちらでも構わないと意見が一致したが、後の2点については意見が分かれた。まず先週の加盟は何月が良いかについては、2条、ためは、 五線和歌集のカレーに習って十月が良いとしたが、京極ため金はこれまでの直線和歌集の加盟が、行われた月が、特に決まりはなくバラバラであることを指摘した上で、特に決まった月に行う決まりがない以上、当月で良いとした。九条高博は、ため金の意見に賛同した。そして和歌集先週の根幹に関わる、歌を選ぶ範囲については、 ためよはこれまでの直線和歌集選集によって良い。古歌はあらかた選び尽くされているので、上古の和歌は選ばず、それ以降の和歌から選ぶのが良いとした。一方、ためかねは、天皇は古風を尊んでおられるので、上古の和歌も対象とすべきであると主張した。ここでも高博は、ためかねの意見に賛同し、結局二条ためよと、 京極ため金の対立点は共にため金の意見が通り、即日、これまで直線衆に選ばれなかった、上古以来の赤を選ぶ、よう直線和歌終選手の臨時が下された。また戦者も伏見天皇が諮問した二条、ためよ、京極ため金、ね、ね日海正有九条高広の四名に命じられた。その後、霊勢ため助は、 自らも戦者に加わりたいと自賛し、二条ため世は、戦者を辞退し、霊勢ためすけを厳しく批判した上で、自らの息子である二条ため道が、戦者にふさわしいと推薦したが、霊勢ためすけ二条ため道とも戦者に加わることは、なかった。この伏見天皇の直線和歌集戦衆選手の経緯は、天皇が長、昇進、京国ため金が主導する形での、 直線は歌集先週を実現するため、ため金と相談の上、仕組んだものと考えられている。もちろん、京極ため金単独で、選週する形がベストであったが、ため金は、若草家の巫女左家諸流の一人であり、単独での先者とするには、無理があった。そこで、若草家の巫女左家着流の二条ためよう、先者の筆頭に立てながら、ため金とともに、当時、 過度の長老であった、明日海正あ九条高広の二名も戦者に加えることによって二条、ため世の動きを封じ込め、伏見天皇、ため金の思うような和歌集を作り上げようと考えたものとみられる。実際、天皇の指紋についてのため金、ね、ため世の対立点はすべて、ため金の意見が通っていることや、指紋後即座に直線和歌集先週の臨時が下されたことからも、 そのように推察できる。しかしこの時の直線若衆選手の臨時は実ることがなかった。まず王政百首衛心の勅命が下されることはなかった。これは英人期頃は、京国ため金が主導する京国派の若の実力が低く、王政百首の実現に耐えられなかったのではとの説と、百首衛心の 命を下す手続きに手間取っているうちに勢いしてしまったのではとの説がある。また稼働家の間ではためかねに対する批判が高まっており、永忍三年には、京極ためかねの和歌を痛烈に批判した、過論書、野森鏡が書かれた。そうこうしているうちに、永忍四年五月十五日、京極ためかねは、県中納言を辞任して老居し、永忍六年一月七日、 六原丹大により婚印された。そして、永仁六年三月十六日には、佐渡島に御ンとなった。直線和歌周辺山の中核を担うべき、京国ため金の失脚、流罪と共に、永仁六年には、戦者の一人、九条隆弘が亡くなり、また、ため金の後ろ盾であった伏見天皇が上位して、五伏見天皇が即位し、それに伴い皇太子は、 大覚寺塔の豪座上皇の御子である国春新王となった。これにより、寿明院塔から大覚寺塔に政権が交代することは規定路線となった。そして、昭安三年には御伏見天皇が上位し、伏見上皇は辞典の君の座を離れて大覚寺塔の世となり、同年には先者の明日海正荒が亡くなった。こうして、永仁直線は、 挫折を余儀なくされた。永人直線の義は、挫折を余儀なくされたが、もしこの時、伏見天皇と、京国ため金の目論見み通りの直線和歌集戦集に、成功したとしても、当時のため金や伏見天皇の和歌の水準は、まだまだ未熟であり、これまでの直線集とさして変わり映えがしないか、むしろただ伝統を破壊しただけの中途半端なものに、終わったと考えられる。 流罪となった、京国ため金、そして、自転の君の座を離れた伏見上皇を中心として、日の英福門委員ら、ため金の花粉を信奉する、自明院東宮帝グループは、再起を期して、和歌の県産を深めていった。永忍六年に、京国ため金が佐渡に流刑になり、伏見天皇の上位と五伏見天皇の即位、そして大覚寺等の国春新王が皇太子となり、 大革寺党に政権が交代する流れとなった。これまで順調であった、自命院党にとって、試練の時代が始まったが、和歌の革新を主導していた、ため金の不在にもかかわらず、伏見上皇、英福門院を中心とした宮廷グループは、頻繁に歌合わせを催し、ため金の主張した、心の絶対的尊重、言葉の完全な自由化という理念に基づく和歌の、 完成を目指した。佐渡に、流刑中のため県も、京都で行われた、寿命院東級帝グループの歌合わせ記録の送付を、受け、批評を行っていたと考えられている。伏見上皇、英福門院を中心とした、寿命院東級帝グループは、上皇、入院以外は、少数の帝臣と女房のみで構成された閉鎖的な、グループであり、不遇の時期、 閉鎖的な少人数間の切磋琢磨によって、京国派の花風は、次第に磨かれていくことになる。昭安三年には、五伏見天皇の上位、五二条天皇の戦争により、大覚寺塔の豪打田皇が、辞典の君となった。その後、寿命院塔、大覚寺塔は、五二条天皇の皇太子を誰にするかで争い、双方とも、鎌倉幕府に激しく働きかけたが、 幕府は、寿明院党のご伏見天皇の弟である、婦人親皇を選び、皇太子となった。政権を失った伏見上皇らは、寿明院党の人たちは、婦人親皇の即位、政権の座への復帰を目指すことになる。権限2年うる4月、鎌倉幕府の斜面により、京国ため金は、流刑地の佐渡から京へ戻った。 タメかねの帰京直後の権限2年うる4月29日には、伏見上皇、ご伏見上皇、英福門院らが参加し、タメかねを歌師範とした歌合わせが催された。この歌合わせで、伏見上皇、英福門院らは実に、見事な和歌を読んでおり、自らの目で見、感じたことが心に響く中で生まれた言葉で歌を、読むという京極派の和歌は、突如として見事に花開いた。 内容的にはむしろ師範であるため金の和歌が遅れを取っており、心境一い同士たちの姿を目の当たりにしたため金自身もさらに和歌に少じにしていくことになる。権限2年うる4月29日歌合わせの後、ため金は寿命院等の和歌師範として精力的に活動していく。ところで、大覚寺等の知世となった直後の昭安三年、二条ため屋は、 郷田上皇から直線和歌集の先週の加盟を受けていた。この和歌集は、新五線和歌集と名付けられ、京極ためかねの帰京後の加減元,元年12月19日に騒乱された。騒乱前日、ためかねは郷田上皇の御所に参上し、上皇の側近を通じて、ため世の先週について、能力がないのにもかかわらず、戦者不死の歌を多く選びすぎであり、 和歌の奥義を極めた自分の歌が少なすぎるとの抗議を上皇に伝えるよう依頼した。当時の歌壇の実情から見て、新五線和歌集の歌数は二条、ためよ、京国ため金もに妥当な線であったと考えられるが、ため金としては、自己の立場を強くアピールすることが必要であったと考えられる。京国ため金の帰京後、寿命院東宮帝の京国派和歌は、 公用期を迎えた。若師範でありながら、他の京国派メンバーよりも、実作で遅れを取った感があった。ため金も、加減年間には、見事な和歌を読むようになった。こうして京国派和歌はようやく確立期を迎えることが、できた。そのような中、伏見上皇は、後二条天皇の上位と自らの御子である皇太子夫、人心王の即位を目指し、 鎌倉幕府への働きかけを強めた。上皇の故郷の真であったため金は、幕府への働きかけの中核を担っていたと、推測されている。またこの間、京国ため金は、挫折を余儀なくされた、永忍直線の義のリベンジを果たすべく、先週作業を進行させていたと考えられている。そして、徳治三年八月十五日、五二条天皇が報じ、翌日、 皇太子夫人親王が戦争した。伏見上皇が、自典の君の座に復帰して、待望の寿命引頭の世となり、今度こそ、直線和歌集手を成し遂げようとする中、ため金は、和歌家である二条ため与と激突することになる。自ら陰性を行う身となった伏見上皇は、早速挫折した、直線和歌集手の再開を目指した。もちろん上皇の長身、 ためかねも、また若衆先週に向けての作業を進めた。ためかねとしては、永忍直線の儀の際に戦者となった4名のうち、二条、ためやは戦者を辞退し、明日かいまあり、九条高広の両名は死没したため、残る戦者である自分が一人で戦州を担うのが、当然であるとの意識であった。京国ためが単独で、直線若衆先週作業を進行させているとの、 噂は、延長2年末頃には二条、ためよ、霊前へためすけの耳に入った。噂を聞きつけた両名は、早速自らが、戦者になることを目指し運動を開始した。延長3年1月21日、二条、ためよの死者として、ためよの次男である二条ため士がため金のところへ出向き、直線和歌集選手について尋ねた。金は、タメに対して、 タメヨは、永人直線の際、戦者となったが、その後辞退している。今さら何を言うのかというところだ。こちらはすでに歌を選び終わり、これから聖書させて、騒乱を待つばかりであり、聖書用の色紙についてももう考えている。と語った。その上で、もし、タメヨやタメスケが、直線若衆集先について意見があるのならば、 早急に申し出てみたらどうかと続けた。二条ためよは、早速、延教3年1月24日、ためかねのことを、直線和歌集の戦者として、ふさわしくない人物であると厳しく批判し、自らが戦者たるべき胸の訴状を、伏見上皇に捧げた。ためよはまた、鎌倉幕府にも、書状を送り、自らの主張の正当性をアピールした。一方ためかねは、 冷静為助に経過を書状で伝えたところ、延長3年1月28日、為助も自らが、戦者に加えられるよう申し立てた。ただし為助は、ため世のやり方を厳しく批判して、ため金の肩を持ち、ため金と共に自らも、戦者となりたいとの姿勢であった。そのような中、永忍直線の儀で戦者の一人に選ばれた。 九条高広の子息の九条高四教も、戦者に立候補した。当時、冷静為助は、経済的に厳しく、総論に力を咲き続ける余裕がなかった。結局、直戦は歌集戦者として誰がふさわしいかという、争いは、京国為金と二条、為世の二名の対決という構図となった。当時、九家法による裁判は、原告。 被告ともに三問三答といって書状による申し立てを三回ずつ、押収するという形式であった。延響三年1月24日のためよによる、訴えで開始された裁判は、延響三年7月13日のため件の三回目、回答の提出まで、双方三回の主張の押収となった。二条、ためよ、京国ため金か間かの争点は、以下の四点に整理される。 二条ためよは、永任寺の戦者任命は失効しており、流刑の善科を持つ者が戦者となるべきではないと主張した。一方、京国ため金は、流罪から赦面され、聖天白日の身となって復帰した以上、過去に流罪になったことは直戦終戦者として、全く問題ないとした。もちろん、永忍直線の義の戦者任命は有効であり、唯一残った戦者として、 先週を進めることは当然であるとした。両者は第三、第3、第4の争点で最も激しく対立することになる。二条ため屋は、藤原春勢藤原定家、藤原ため家という大家人を生み出してきた、三子左家の着流であることを強調し、直線は歌州先週のノウハウの伝授を受け、参考文献についても、豊富に所持していると。 ミコ左家着流の権威を全面に押し立ててきた。一方、ためかねは、諸子の出自で戦者となった例として、新古今和歌集での弱連などを挙げ、そもそも藤原春勢藤原定家とも当初からの着手でなく、後になって着手に定められたことを指摘して力量が、優れた者が戦者となるべきとし、また自分こそ、祖父ため家から、 和歌の句伝、参考文献を受け継いでいると主張した。二条、ためよ、極国ため金とも訴訟に全力投球したが、結局両者の争いは、出自、所持している文献、句伝等の故事、そして相手の言い分の揚げ足取りが、中心の感情的な泥仕合となってしまった。過論についての争いは、副次的なものに止まり、どのような和歌を読むべきか、 そして直線和歌集は、どのようなものであるべきかであるという方向での論議は、深まらなかった。三問三答を経て、伏見上皇は、判決を下すことになる。上皇としては、もちろん、京極ため金正祖の判決を下したかったものの、二条、ためは、将軍、執権の稼働師範を名乗っており、慎重な対応が必要であった。一時期上皇は、 京極ため金、ね、二条、ためよ、冷静ためすけの三名それぞれに先週をさせ、複数の州を出してみるのはどうかとの案も考えたが、結局、直線和歌州は、直線である以上、時点の君の考えに従って、選ぶのが筋であり、伏見上皇は、謹慎の意見を聞き、鎌倉幕府の了解も取った上で、王朝2年5月3日、 京極ため金和人に直線和歌集選集の因前を下した。玉洋和歌集では、藤原邸から過去の大歌人の和歌を多く選んでいる。京極ため金独占となった伏見城高歌名の直線和歌集は、昭和元年3月28日、玉洋和歌集と題され騒乱された。和歌集の骨格は昭和元年3月の騒乱時には、完成していたが、騒乱後、 玉章は2年にかけて、遂行作業が続けられ、伏見上皇、京国ため金が共に出家した、章は2年10月17日までに、最終的に完成したものと考えられる。玉洋赤衆は、全20巻、ブダテは春上、春下、夏、秋上げ、秋下、冬、が、旅、恋一、恋二、恋三、恋四、恋五、雑一、雑二、雑三、 像 4, 雑語。借教人義である。伝本により、総加数に、多少の違いは見られるが、約2800種の和歌を収め、これは、全直線和歌集最大の規模である。ブダテを、他の直線和歌集と比較すると、四季、雑の分量が多く、恋の比率が低くなっている。また名称についても、これまでの直線和歌集では、 器業というブダテとなっていたものを、旅という名称とした点が、特徴的である。また、玉葉赤衆には、序文がない。これは、戦者、京極ためかねに、監視文の教養が不足していたことが、原因とされている。最多日衆家人は加盟者であり、実力派家人でもある。伏見上皇で93種、以下、藤原定家69種。 西恩寺実のる剣60種、京極ため金の姉であるため子60種、藤原春税59種、西行57種、藤原ため家51種、英福文院49種、仙者ため剣36種、泉式部34種、西恩寺実のる氏31種、十二親子30種、ジエン27種、吉ツラ26種、柿の元の人丸24種、 胸方神二22種、高塚さはじめ中21種と続く。当時県政を誇った西園寺家の西園寺実る県が詐位で、あるのは県門であることを考慮したことはもちろんであるが、実力ある歌人でもあり、決して無理のある扱いではない。これは、西園寺実る氏、高塚さはじめ中についても当てはまる。その他、泉式部。 柿の元の人まろ、木貫之といった歴史に残る、大家人を尊重し、先者、京極ため金の祖であり御子左家の生んだ、大家人である、藤原定家、藤原春勢、藤原ため家の大量日衆も、その高い実力から見て不自然ではない。京極派人の扱いについても、永福門人。 京極ため金の姉であるため子、ジュニー親子共に高い実力を備えた歌人であって、妥当な扱いである。その中で、戦者ため金が36種というのはやや抑え気味である。総じて実力派家人をその実力に従って評価しているところが見て取れるしかし、日衆数が少ない歌人に目を移してみると、党派性が顔を覗かせるようになる。 二条派については二条ため氏十六種、ため与十種あたりはまだ大きな問題がある待遇とは言えないが、その他の歌人の多くは全直線州である。新五線赤衆の日州数から激減しており、礼遇が目立つ。京極派についても、まだ十代半ばである。花園天皇の赤を十二種も選んでいるなど、当時、二千級であった歌人の優遇が際立っており、 遠鏡両鏡を訴え陳情の時に、ためかねに肩入れした、冷泉へためすけなど、冷泉家の家人の優遇も目立つ。一方、アスカイや、球場家など、他のかどう家の扱いは、基本的に公平であった。玉葉和歌集は、鎌倉時代から、室町時代にかけての他の直線和歌集と比べて、東大歌人よりも過去の歌人を重視した編集が見られ、 過去の歌人の中でも和歌史上に残る大物歌人の歌を多く取り上げている。またやはり他の直線和歌集よりも女性歌人の比率が高いことも特徴の一つとして挙げられる。これは玉洋集の中核をなす京国派は寿命院東宮廷の歌人グループであるため宮廷の女性歌人の和歌を多く採用したことが要因と考えられるが、 過去の大物女性歌人の和歌の積極的な採用も目立っている。女性歌人が平安王朝時代の和歌に大きく貢献していたことを考えると和歌詞に残る。大物歌人の作品を多く選んだことと合わせて玉洋集の先週を和歌詞の中に位置づけようとした戦者、ため金の意図が見て取れる。また、俗語戦和歌集以降、 直線和歌手編纂に先立つ直命によって、永心を求められるようになった。王政百首は、玉葉衆の場合求められることがなかった。これは、玉葉衆の編集を、先週を加盟した伏見上皇、先者の強国ためかねともに作業を急いだことに、原因があると考えられる。戦術のように玉葉集の先週までには、遠鏡両鏡を訴え陳情のまさに泥事愛が、 繰り広げられた。訴え陳情の問題が何とか肩がつき、ようやく寿命院党と共国派に有利な情勢となったのを見て取った伏見上皇と、共国ため金は一気に直戦州の先週を進めることにした。そのため、共国ため金に先週が命じられてから、わずか10ヶ月で、玉陽和衆州の騒乱にまでこぎつけている。つまり、王政百首の永心を求めることによって、 先週作業が遅延することを恐れたものと見られる。急ピッチで先週作業を進めた玉洋集であるが、編集上のミスは少なく、形式もよく整っている。もちろんこれは、永忍直線の挫折後、遠距離を訴え陳情の騒動の最中も、京極ためかねが先週作業を着々と進めていたためと考えられる。戦者のためかねとしては、 和歌詞の流れの中に位置づけられる、堅固な構成を持つ直線和歌集を選集することによって、斧が主導する、強国派の正当性を固示する狙いがあったと考えられる。玉葉和歌集では、火星とあがめられながら、これまで直線和歌集の関東に選ばれていなかった、きつらゆきの和歌を和歌集の関東に置いた。玉葉和歌集は21ある。 直線和歌集の中で最大の約2800種の和歌を集めている。玉洋集以前の最大の直線和歌集は、新古今和歌集であったが、1900種余りであり、玉洋集は800種以上も多い。あまりに多くの歌を集め、肥大化してしまった点は、玉洋集最大の欠点とされ、講述する構成上の工夫。 賃貸した中世和歌の世界に新風を吹き込んだ、京極派和歌の存在、そしてこれまで帰り見られることがなかった名家の発掘など、多くの長所が霞んでしまうことにつながった。これは、歌の削除よりも造法に力を入れた、戦者、京極ため金を、単独の戦者であったがゆえに誰もストップを、かけられなかったことに起因していると考えられる。 しかし、玉葉和歌集はあまりに多くの和歌を集めすぎ、肥大化してしまった点を除くと、構成的に多くの工夫が見られる。まず全20巻の関東、そして、完熟和歌の作者の選択である。特に和歌集の第一巻の関東和歌、つまり、和歌集最初の和歌の作者として、火星と呼ばれながらもこれまで、直線和歌集の関東に選ばれたことがなかった。 きつらゆの和歌を据えた。一巻の完熟以降についても、万葉集、古今和歌集以降の三大集、五周囲和歌集以降潜在和歌集まで、新古今和歌集、新直線和歌集以降と、各時代からまんべんなく実力派の歌人を選び出して、おり玉葉集千秋時の東大歌人についても、伏見天皇、京国ため金、ね、京国ため子、西園寺実のなど、 やはり実力派を当てており、前後の直線衆から見ても抜きんでた歌人を選んでいる。もちろん作者ばかりではなく、実際の戦果にも工夫が見られる。巻四秋歌上の漢字家には、京極派を代表する、上京下の傑作の一つとされる、伏見天皇の酔いの間の村雲図日陰見えて山の葉めぐる秋の稲妻、玉葉若衆、秋上げ、628を据え、 続く巻後、秋歌下の関東下には、万葉集を代表する傑作の一つとされる、天智天皇の渡積の豊旗雲に、入日差し子よ、日の月を澄み赤くこそ、玉葉和歌集、秋下、629を載せており、玉葉集当大の京極派の傑作と万葉集の、傑作等を鮮やかに対比させている。玉葉集、第一巻の関東和歌、つまり最初の和歌は、 きつらゆきの作品を選んだことは先に触れたが、これは今日に明けて、昨日にぬは皆人の心に、春の立ちに照らしも、玉葉和歌集、春城、一という、大晦日と元日とでは全く違うように見えるのは、皆の心の中に春が立つからであるという内容の、京極ため金が唱える心の絶対的な尊重に、合致したものであり、また、潜在和歌集以降、 立春の喜びは霞を読むことで表現するという約束時を打破したものでもあった。結果として、玉陽和歌集最初の和歌に、火星期、ゆきの歌を据えて、和歌集に重みを加えるとともに、因衆の打破、そして、自らが主導する、京国派の花風を高らかに宣言したものとなっている。その他、春上から始まり冬で終わる、四季部、 恋一から始まり恋後で終わる恋歌、雑一から始まり、雑後で終わる増加については、それぞれの最初の歌と最後の歌に関連を持たせていると見られる。これらのことからためかねはまず和歌集全体の枠組みを考え、各部の関東、完熟化を決めた後に、個々の歌の配列を決めていったものと推測されている。先者、ためかねが創始し主導した。 賃退した中世和歌に神風を吹き込んだ、京極派の和歌ももちろん玉洋和歌集の中に紹介されている。京極派和歌の研究者として知られる、岩佐美代子の分析によれば玉洋和歌集全体で、京極派の歌人は56名、京極派の作品は583種である。ためねは、巫女左ケ着流の二乗派によって牛耳られ、多くの規範によって、 表現の幅を狭められた上に、麗しい言葉で、麗しい情景を読むのを良しとした、当時の和歌のあり方を厳しく批判し、心の絶対的な尊重と言葉の完全な自由化を強硬に主張し続けた。和歌の世界に強固に根付いた演習に、真っ向から勝負を挑んだためかねには、当然のように激しい批判が浴びせかけられたが、その過論は、 伏見天皇をはじめとする寿命院等の宮廷に受け入れられ、切磋琢磨の末に、間に高い芸術性を兼ね備えた、京極派の和歌が確立された。完成期の京極派の和歌には、心の絶対的尊重、言葉の完全な自由化というためかねの主張が貫かれていた。戦術の巻き音やき歌上の完熟家である。 伏見天皇の歌の他にも、京国派和歌の独断場と、される白身の自然絵の一つで、明暗の対比、光線、そして、空気感を捉えた、戦者、ためねの最高傑作とされる枝に盛る、朝日の影の少なさに、涼しさ深き竹の奥かな、玉葉和歌集、夏、419京国派最高の歌人とされる、英福も民の、 聴覚から視覚への場面展開とそれに伴う時間、経過の描写が見事ない合いの声する、山の影暮れて、花のこの間に月き出に蹴り、玉葉和歌集、春下、213。心の尊重を掲げた、京国派和歌の一点形である、観念を、直接的に歌い上げた、京国ため金のこの葉なき空しき枝に年くれてまた、恵むべき春ぞ近づく、玉葉和歌集、と、 1022鎌倉幕府との政治的交渉のために、往復した東海道の旅、そして佐渡への入る体験が息づく、鎌倉時代の旅歌の博美と評価される。京極ためかねの旅の空をの降る日は暮れぬかと思いて、あとも行くぞ久し式、玉陽和歌集、旅、1204などが挙げられる。京極派の和歌は、他の平安時代から、鎌倉、南北朝、 室町期の和歌と比較して、縁語、掛け言葉などといった技巧が目立たず、とりわけ白身の自然上に高い評価がされている。しかし、京国派の自然上は単に自然をそのまま読んだものではなく、京国ためかねが説いた心の絶対的尊重に基づき、研ぎ澄まされた感覚で捉えた対象を、心の中で再構築して歌としたものであり、 心の動きを第一に据えている点から見れば、観念を直接的に歌い上げた歌や、心理分析的な恋歌など、他の境極派の特徴的な和歌と根本を同じくしている。しかしその心の絶対的尊重という態度は、往々にして、心を聖地に述べすぎて、難解となってしまうという欠点も生んだ。玉洋和歌集を評価する上で欠かすことができないのが、 これまで帰り見られることがなく渦もれていた傑作和歌を積極的に発掘した点である。戦術の万葉集を代表する傑作である、天智天皇の和歌を選んだのがその典型例である。天智天皇の和歌は、これまで五千和歌集、新古今和歌集にも選ばれていたが、五千集のそれは、天智天皇作とは断定できないもので、新古今集の和歌も代表作とは言い難いものであった。 天智天皇の赤以外にも、大美子、湯原王、京王女、笠井らつめらの集家も選んでおり、戦者、京極ため金の万葉修理会のレベルが高かった、ことがわかる。その他にも、県霊モーニング兄大部を代表する名家で、星の美しさの発見が光る月よこそ眺め慣れしか、星の夜の深き哀れをこよひしりぬる、玉葉赤州。 雑2.2160これまでの直線和歌集から、漏れていた泉式部の傑作であるつれずれと空ぞ、ミラルル思う人天下りくんものならなくに、玉洋和歌集、恋2.1468藤原定家の作で、どうしようもない夏の暑さを読んだことで知られるが、当時の和歌の常識では評価されなかった。生き悩む、牛の歩みに立つ、ゴミの風さえ暑き夏のお車、 玉洋和歌集、夏、407聖一大将軍の座を追われ、失意のうちに慶に戻った、胸方神王の優秀に満ちた旅の歌を、やはり失意の中、流刑先の佐渡への旅を体験した、戦者ためかねが評価した旅人の灯し捨てたる末の日の、けぶり寂しきの字のあけぼの、玉洋和歌集、旅、1176などが挙げられる。 直線和歌集最大の約2800種の和歌を選んだ玉葉和歌集には、京極背外にも多くの同時代の人々の作品を選んでいる。戦者、京極ためかねと対立する二条ためよらの作品、また、直線和歌集が持つ宿命である、政治的配慮のために、日衆の必要性がある、北条貞時ら鎌倉幕府洋人の和歌、 そして、無名の軍将歌人の歌に至るまで、強国派の視点から、見どころのある作品を選び出し、きちんとした、編集意図のもと、配列させている。戦術のように、玉洋和歌集全体から見て、強国派歌人は約、約7.5%、歌数から見ても、約21%と、決して強国派が多数を占めている、和歌集ではない。 しかし、京極ため金は単に京極派家人の作品ばかりではなく、万葉集以降の過去の名作を積極的に発掘し、また玉葉集先週当時の和歌からも、京極派に属す、属さない、作者の有名無名に関わらず、自らの過論を裏付けるような作品を選び出し、それらを考え抜かれた構成に基づいて配列して一個の和歌集として完成させた。もちろんあまりにも、 作品数が多すぎ、構成上の工夫など多くの長所が目立たなくなって、しまった欠点は否定できないものの、玉洋和歌集は、紛れもない、京国派の直線和歌集として完成した。中世和歌に新風を吹き込んだ、京国派の創始者であり、指導者であった、京国ため金が戦者となった、玉洋和歌集は、 強国派を和歌詞の中に位置づける意図のもと、万葉集の時代から和歌集先週当時までの多くの和歌を強国派の視点で選び編集された。岩佐美代子は玉葉和歌集を大柄で格調高い和歌集と評価しており、前後の二乗派選集の直線和歌集ばかりではなく、後に先週された玉葉集以外唯一の強国派直線和歌集である。 風画和歌集と比べても、その大らかさ、明るさ、豊かさは抜群のものがあるとしている。玉葉和歌集は、当時花壇の中心であった二条派の花風からすると、異端であるとしか言いようがないものであった。当然、玉葉和歌集はその花風に反対する人々から、激しい批判にさらされることになった。反論の中でも昭和4年8月に執筆されたと、 伝えられる、歌演連書事書言の批判がよく知られている。歌演連書事書言はまず玉葉若衆という名前が、玉は砕けやすく葉は脆いものであると若衆の名前から厳しく批判した。続いて、関東家の木つらのきの若が、関東にふさわしくないものであるとした。戦術の藤原定家作の生き悩む、牛の歩みに立つ、ゴミの風さえ暑き夏のお車、 玉葉和歌集、夏、407も槍玉に挙げられており、過去の大歌人の歌であっても選んで良い歌と悪い歌があるのに、よく吟味もせずに、このような、ふさわしくない歌を選んだと論乱した。戦者、ため金の和歌も、批判の素性に挙げられており、例えばやはり戦術のこの葉なき空しき枝にとしくれて、また恵むべき春ぞ近づく、玉葉和歌集、と、 1022は、神の句は、説明があまりに詳しすぎであり、反面下の句は、ごく当たり前のことを言っており何が主題なのか、わからないと批判し、旅の空の降る日はくれぬかと思いて後も行くぞ。久し式、玉葉和歌集、旅、1204については、幼児の作った歌と言うべきであり、くれぬかという口語的な表現は、幼児の言葉のようだとまで酷評している。 歌演練書こと書きの著者の主張は、直線集は、美しい風物を美しい言葉で読んだ、伝統的な優美な和歌を選ぶべきであるという点にある。その主張に反した、玉洋集に対する批判は当然厳しいものになった、わけであるが、歌の主者選択をきちんと行わず、和歌数が多すぎるとの批判以外は概ね言いがかりに近いものであるとされている。 しかし当時の和歌の主流から見ると、それは当然の批判であった。鎌倉時代後期、京都の宮廷社会にはまだ革新的な、強国派を生み出すエネルギーが残されていた。しかしその新しい動きを拒絶する勢力も、また強力であった。こうした革新的なものと、主球的なものとの間の激しい燕り合いは、 鎌倉時代後期の時代性を反映したものであると言える。花園天皇は玉洋若州以降の京国派の和歌を牽引し、後年風が若州を監修した。昭和4年12月28日、鎌倉から上京した東市である安藤茂妻に率いられた六原の兵士数百名が京国ため金を逮捕した。ため金の逮捕を見て、二条。 ためよの門弟たちは、和歌の横島まを広めたからであると批判したが、罪状は、和歌とは、基本的に関係はなく、ためかねが政治への過度の介入を続けたことが、問題視されたものであった。ためかねは、翌月には、土佐国へ流罪となり、流罪を前に、和歌に関する多くの文章を、花園天皇に託していった。伏見法王の孤行の真である、京国ためかねが、 再び逮捕、そして流罪となったことは、自明院党にとって大きな打撃となった。その上、ため金の過度の政治介入を抑制しなかったと、みなされた伏見法王は幕府に対して弁明に努める中、体調を崩していき、文法元年9月3日放御した。献身ため金の失脚そして恩竜に加え、自明院党の中核であった伏見法王の、 宝御によって、京都の政界地図は一気に、大覚寺党有利となっていった。文法2年2月、花園天皇は上位して、皇太子孫知親王が戦争し、大覚寺党の世となった。しかも今回は、皇太子も、後二条天皇の御国にし親王と大覚寺党から、選ばれ、寿命院党は極めて不利な立場に追いやられた。京国ため金は、 学級肌の花園天皇と親しく、花園天皇も、ため金の花風を正度として、生涯支持し続けた。また、英福門院が京国派の和歌、そして筆足状態の寿命院等の支えとなった。大覚寺等の世になって、元王二年二条ためよが戦者となった、俗戦在和歌集戦衆の際、ためよが英福門院の和歌を改作したことに起こり、続く小中二年。 二条ため訂正の俗語周囲和歌集選集の際には、暴風伏見天皇が夢枕に出て、一種も歌を提出すべきではないと戒めたと語った。その結果、俗語周囲和歌集内に京国博人の和歌は極めて少ない。そのような中、五代醐天皇が倒幕計画を疑われた焼中の変が起こり、 大覚寺等の立場が悪くなるのに比して、寿命院等の立場は改善してきた。小中3年3月、皇太子、国吉親王が公じ、寿命院等の和彦親王が皇太子となった。花園上皇は、寿命院等の次世代を担うことになる、老いの和彦親王の教育に心血を注ぎ、花園上皇を通じて京国派の花風は和人、親王に伝えられた。 その後、世は、原稿の乱、鎌倉幕府の滅亡、剣務の神聖、そして、南北朝の分裂と、激動の時代を迎えた。その中で情勢がやや落ち着いていた。上和2年、京国ため金の創始した、京国派の花風を守り続けた花園法を監修、黄金上皇神仙により、風河和歌集が編纂された。風河集は、 心の絶対的尊重、言葉の完全な自由化という強国ためかねの主張をしっかり守り育ててきた強国派和歌の成果であった。風雅和歌集は強国派和歌の集大成と評価される和歌集であり、強国派の直線和歌集である玉洋和歌集。風雅和歌集は玉洋風雅と一体のものとして評価されるようになった。風雅和歌の最終完成を前にして、 花園法王が放置、風雅衆の完成後間もなく勃発した、官能の情乱の中、黄金上皇が南朝に拉致されたことによって凶国派は指導者を失い、壊滅していった。その後、長い間、和歌の世界は伝統派である二条派の支配が続き、凶国派は異端死された。江戸時代に至っても玉洋衆。 風雅衆の赤は異端であるとの見方が大勢であり、元織のりナも、玉葉、風雅の風体は、花肌悪く、仮染めにも学ぶべきではないと酷評している。しかし江戸期には少数派ながら、戸田もすい、松平定信、北川真顔ら玉葉衆、風雅衆を評価する声も出てくるようになっていた。近代に入り、正岡式。 よさの鉄管らによる和歌の革新運動の中にあっても、当初、玉陽集、風雅集の存在は忘れ去られており、鎌倉時代から室町時代にかけては、文学の暗黒時代のように見られていた。明治末期になって、まず、藤岡作太郎が玉陽集、風雅集、そして、京国派の和歌を評価した。大正時代になると、福井急蔵。 そして良さの鉄管も京国派の和歌を評価するようになった。とりわけ、折口忍時前まろが、玉洋和歌集、風画和歌集を高く評価し、折口は、短歌の本質というものは、実は、玉洋、風画に、完成していたのであると激唱した。これは京国派和歌の中でも特に自然絵が、近代偉人の共感を呼ぶものであり、その結果、近代になって、 本格的に復権が可能となったものと見られている。明治末期の藤岡作太郎による玉葉和歌集、風画和歌集を中心とした、京国派の再評価開始後、大正から昭和にかけて、多くの研究者による様々な方面からの研究が進化していった。戦後になっても活発な研究は続いており、広く研究成果が発表され続けている。 玉洋和歌集には主に13の伝本がある。各伝本館には、相違が見られるが、大胸武雄市教育委員改造鍋島文庫本、宮内町所領部像金利本の系統と、宮内町所領部像、飛鳥正明筆本、宮内町所領部像、吉田健有筆本の2系統に分かれる。各伝本を比較すると、先週初期の形態の伝本であると考えられるのが、 竹尾市教育委員会像鍋島文庫本、宮内庁所領部像金利本の系統であり、整理、遂行の結果、最終的に宮内庁所領部像、飛鳥正明筆本、宮内庁所領部像、吉田健雄筆本の形態になったと考えられている。玉洋赤衆は、羽室光忠が、御土御門天皇の命を受けていた。 古典書写の一環として、文明11年に書写され、室町将軍家が所蔵していた小本との称号作業も行った。羽室光忠が書写した本は、金利刊古本と呼ばれ、江戸時代の漢文年間頃まで存在が確認されているが、その後の所在は不明である。宮内庁所領部像、吉田県有筆本は、金利刊古本を吉田金右が、 天文19年に書写したものであり、また宮内庁所領部像、飛鳥会正明筆本は、金利刊古本を、飛鳥会正明が、明暦3年から漢文3年までの間に書写した、ものである。飛鳥会正明筆本、吉田県有筆本とも、同一の金利刊古本を書写したものであるが、吉田県有筆本の方が、誤者や、 記入漏れと思われるミスが少ない前本とされており、整理、遂行の結果を踏まえた、決定校に近い形であると考えられることもあって、主に宮内庁所領部像、吉田県有質本が、玉葉和歌集の定本として用いられている。ありがとうございます。